先ほど、アメリカ大使館の方に、行きまして、ナイリム公使さんと、面会の方をさせていただきました。日本政府と、一体になって、一日も早く拉致被害者全員が帰国できるよう、これまで以上に協力をしますというお話の方もいただきました。